ペリー提督横浜上陸のズコマド、ペリーヒズパーティーランディングアット、横浜2ミートザ将軍、エスカ・ミージャナーズ・ビルヘルム・ハイネは、ドイツ系アメリカ人の画家、旅行家、著述家。アメリカ合衆国の軍人、外交官としても活動した。名については、英語式に、ウィリアム・ハイネとも呼ばれる。日本においては、黒船来工事に、ペリーに随行した画家として知られている。 外交交渉の様子とともに、琉球や日本の自然や文化を描いたスケッチは、公式報告書に添付され、また、ペリー帝徳日本遠征記にも、挿絵として収録された。自らも、スケッチと文章を収録した、世界就行日本への旅を出版している。1860年には、プロイセンの施設団に随行して三度目の来日も、果たした。 旅行に関する著作を生涯に8冊観光したが、うち6冊は日本に関するものである。ビルヘルム・ハイネは1827年にドイツのドレスデンで生まれた。父のフェルギナント・ハイネはドレスデン宮廷劇場に属する喜劇役者であった。フェルギナントとリハルト・ワーグナーの父親は友人で、このためハイネはリハルト・ワーグナーと家族ぐるみの付き合いがあった。ハイネは ドレスデンの王立芸術学院で建築学を専攻したが、絵画にその才能を開花させた。歴史画家、ユリウス・ヒューブナーの工房で修行し、その後パリに赴いて3年間にわたって芸術の勉強をした。ドレスデンに戻ったハイネは、宮廷劇場で舞台美術の仕事を得、また絵画の講座も持った。1848年革命の中で、 ドレスデン放棄が発生すると、ハイネは、リヒャルト・ワーグナーや、ミハイル・バクーニンと共に、これに参加した。放棄が失敗に終わり、弾圧を受けると、ハイネは、ワーグナーと共に、パリに亡命。ついで1849年にハイネは、アメリカ合衆国のニューヨークに移った。この過程で、ハイネは、アレクサンダー・フォン・フンボルトによって助けられている。ハイネは、 ブロードウェイ515番地にアトリエを開き、間もなく芸術家としての定評を得た。考古学者で、外交官のエフライムジョージ・スクワイヤの地遇を得た、ハイネは、スクワイヤが、中央アメリカにジョージとして赴任するにあたって、画家として同行するよう誘われた。ハイネはスクワイヤに先立って現地に入り、現地の動植物を収集、記録し、将来の出版に備えて数冊のノートを編纂した。 スクワイアが赴任するまで、ハイネは、領事としての役割を果たしており、中米諸国と米国との通商交渉にあたり、ワシントンに報告している。この時の記録は、1853年に、ワンダービルダー・アオス・セントラル・アメリカと題されて、ワシントンで出版された。オールド・チャイナ・ストリート・イン・キャントン、カントン。グラフィック・シーンズ・オブ・ザ・ジャパン・エクスペディション初週1852年。 ハイネは外交書官を携えてミラード・フィルモア大統領と面会した際に日本遠征への同行の希望を伝えマシューペリー提督とも会っている。日本遠征への随行を望む画家や学者は多かったがハイネは公式画家として随行者に選ばれた。ハイネはスケッチの速さと写実性を認められておりまた文章で表現することの速さにも定評があった。 視覚記録を残すための要因としては他に、ダゲレオタイプの撮影技術を持ったエリファレット、ブラウンジュニアが選ばれている。なお、この時ペリーに断られた学者の中には、フィリップ・フランツ・フォンシーボルトがいる。ハイネは、アメリカ海軍のマスターメイトという身分で、ペリーの遠征に随行した。セントヘレナやセイロンなど、日本に向かう途中の各地でも、作品を描いている。 香港で艦隊が再編された際には、帰還さすけ花号に乗艦し、ペリーの配慮により、甲板上にアトリエが作られた。1853年から1854年にかけ、ハイネは艦隊と共に、沖縄、小笠原諸島、横浜、下田、函館を訪れ、彼が訪れた場所や出会った人々をスケッチした。ハイネのスケッチは約400枚あり、これは、 木版画や石版画にされて、ペリーの公式報告書に添えられた。また、フランシス・ホークスが編纂した、ペリー提督日本遠征記にも、その一部が挿絵として用いられた。ハイネのスケッチは、ブラウンの銀版写真と共に、アメリカによる日本遠征の視覚的資料となっており、多数の西洋人が訪れる前の日本の記録として、重要であり続けている。 艦隊と共に帰国したハイネは何冊かの書籍を出版した。1856年にニューヨークで観光した日本遠征図集グラフィックシーンズ・オブ・ザ・ジャパン・エクスペディションはペリーの公式報告書に含まれた400枚のスケッチである。また、艦内で記していた手記や競技に送った手紙とスケッチをもとにドイツに原稿を送って世界就航日本への旅ライス。 ウムダイベルトナー派ジャパンを大プチヒで刊行した。ハイネはこの著書の中で日本人を活気に満ちた知性豊かな民族と好意的に描き忠実、勤勉という表現を多用している。この著書は画集ではなく文章を中心としたものであるが非常に成功し、間もなくフランス語とオランダ語に翻訳された。江戸幕府もオランダ語版を入手して、 版書調べ書で翻訳している。ただし、この書籍については、シーボルトが、取り留めもなく根拠がないとして厳しい批判を行っている。その後彼は、アメリカ合衆国が、日本、中国、オホーツク海に派遣した、ロジャース遠征の記録のドイツ語訳、ダイエクスペディション・インディルシー・フォン・チャイナ、ジャパン・ウント・オホーツクを観光した。1860年には、ライプチヒデ、 ジャパンウントザイネビオーナーを出版した。ただし、ジャパンウントザイネビオーナーは、信憑性が疑われるフェルナン・メンデス・ピントの変劇機を参考資料に用いるなどの点から評価は芳しくない。ハイネは、プロイセン政府に対して、アメリカが地方を固める前に、アジアに対して遠征隊を送るべきであると促した。この意見は取り入れられ、ベルリンに滞在していたハイネは、 オイレンブルク使節団に公式画家として参加するよう招待を受けた。また同時に、ケルンの新聞社のためにレポートを送るための特約も結んでいる。1860年、ペリーに随行した際には入れなかった江戸に入り、半年ほどの間滞在した。その間、日本に関する資料や版画などを収集した。ハイネは、オイレンブルクの艦隊が天津に寄港した際に、 別行動をとって別れた。シベリア経由でドイツに戻ることを考えていたらしいが、結局横浜からアメリカに帰国した。なお、この旅行の間に彼は横浜でバクーニンと開港している。バクーニンは流刑地シベリアから脱出してヨーロッパへの帰途にあった。米国に帰国したハイネはフォーティエイターズの一人として活動した。南北戦争中には、 北軍のポトマック軍に公平隊員として参加した。ハイネは測量と地図作成に従事したが、彼の描いた絵が北軍の防備についてあまりにも多くの情報を扱っているとして逮捕、告発された。ハイネは軍務に適さないとされ名誉除隊となった。百六十四年、彼はその代表作である東洋旅行についての隊長アイネェルトライス・ムダイ、 ノードリーシェイ・ヘミスフェア・イン・ファービン・リング・ミッドデア、オスタシア・タスケンエクスペディション・イン・デン・ヤレン1860、ウント1861を出版した。その後彼は大佐として北軍に復帰した。1865年、彼は順調に進んだが、間もなく再び不従順の罪に問われた。ハイネは短期間ながら、パリとリバプールで、米国領事館の事務官として勤務している。 1871年、ドイツ帝国が成立すると、ハイネは、米国外交官の職を辞し、ドレスデンに帰郷した。ドレスデンで彼は、ジャパン、バイトリガツア・ケントニスでランディス・ウントセナー・ビボナーを、執筆した。しかし、ハイネの体調は思わしくなく、この本が日本についての最後の書籍となった。世界就航日本への旅、オランダ語版、ありがとうございます。